東京都出身19歳の葵です。このステージでホワイトスコーピオンの魅力を最大限お伝えします。よろしくお願いします。はい、グループの最年長お姉さん担当のアリーです。今日はホワイトスコーピオンという名前だけでも覚えて帰ってくださると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、最年少15歳最高身長のハンナです。よろしくお願いします。はじめまして、エースです。福岡県出身、高校2年生17歳です。今日は初めてのフェスで緊張していますが、皆さん覚えて帰ってください。よろしくお願いします。はい、岡山県出身20歳ナビです。今日は皆さんをナビゲートしていくので、どうぞよろしくお願いします。はい、はじめまして、高校2年生17歳のチョコです。チョコレートが大好きな子って覚えて帰ってください。よろしくお願いします。はい、ニコです。今日は会場にいる皆さんのことをホワイトスコーピオン全力で楽しまさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。はい、アコです。岡山県出身の19歳です。ホワイトスコーピオンとは白いサソリという意味です。サソリのように素早くかっこいいグループと覚えてください。よろしくお願いします。私たちは12月7日に先ほど披露したマナザイスワイパーでデビューさせていただきました。高広先生に振り付けしていただいて、サビではタイトルにもあるスナイパーを象徴する印象的な振り付けになっています。気になった方はぜひミュージックビデオを見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして次に披露させていただく楽曲は1月7日に配信リリースされるコヨーテが泣いているです。この楽曲は眼差しスナイパーとはまた印象の違った楽曲です。大人っぽい雰囲気なので、ぜひ皆さん注目してください。それでは聴いてください。コヨーテが泣いている。ホワイトスコーピオン初めてのフェスということで、しかもこんなに大きい代々木第二体育館という場所ですごく不安もあったんですけど、会場に来てくださった皆さんの温かい声援のおかげでホワイトスコーピオンらしい全力でライブができました。本当にありがとうございます。私たち今日披露させていただいた曲は2曲なんですけど、実はなんとなんと毎月リリースします。そして明日には私たち初めてのオンラインお話し会があります。はい、そしてなんと応募は本日までになっているので、少しでもホワイトスコーピオン気になったよ、お話ししてみたいよって方はぜひチェックしてみてください。待ってるね。よろしくお願いします。それでは最後に皆さんに私たちのデビュー曲を覚えて帰ってほしいので、もう一度披露したいと思います。それでは聴いてください。眼差しスナイパー。